通勤通学中の10分、仕事中の10分、大好きな人との10分、一人で過ごす10分、眠れない夜の10分、危機一髪の10分。あなたはどんな10分間にしたいですか？コジジ、小島秀夫の最高の10分間にしよう。はい、アフターシックスジャンクション2、通称アトロク2をお聞きの皆さん、こんばんは、ゲームクリエイターの小島秀夫です。そしてお相手は TBS アナウンサーの宇内梨沙です。はい、コジジュ、小島秀夫の最高の10分間にしよう、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コジジュコジジュ10回目、コジジュ、そしてコジジュの10は歌、コジジュコジジュの10、はい、10回目で、これは、はい、10回目で終わりという悲しい意味も寂しい、まあシーズン1かもしれません。そうですね、はい、ぜひシーズン2へとつなげていきたいところですが、はい、10回目で、あ、この間初めて聞いたんですよ。もっと続くかなと思うんですけど。ああ、はい、本当ですか、はい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 、ということでですね、この番組はタイトル通り10分間しかありません。10分間しかない。ですので早速本題にもう行きたいと思います。はい、はい、でですね、まあ今回は10回でシーズン1終了ということなんですけれども、はい、来週11日からこれまで音声配信したコジジューのいくつかのエピソードの動画版を YouTube にて配信していく。撮ってましたか。はい、ですのでシーズン1何度も今度は動画版でぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います。これを何度も見ていただければシーズン2が出てくるかもしれない、はい、コジ20、コジ30へと繋がっていくかもしれないんで、はい、リスナーの皆さんぜひたくさん見てください、はい、では最終回のテーマ発表をお願いします。10分間で最高のエンディングトーク、さようならコジプロ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 。コジプロじゃない。コジジュ、ね、コジジュ。すいません、最後なのに、ね、いや、エンディングトークと聞くと寂しいんですけれども、はい、寂しいですね。まあ、どんなお話にも最後はありますので、はい、そうですね、はいはい、今日はそんなエンディングトークを小島監督とお送りしていきたいと思います、はい、まあ、テーマはもちろんコジジューのエンディングトークということで、はい、まずはシーズン1本日で10回目ですけれども、はい、まあ、通してみていかがでしたか。いや、もうラジオ大好きなんで、うん、あの楽しかったです。あの息継ぎって言ってましたけど、うん、まあ、息抜きというか こっちが楽しみというか。本当ですか。そんな感じでした。あのかなり小島監督、今お忙しい中だと思うんですけれども、はい、そんな中、まあ、ほとんど大丈夫ですよ。5時60でも全然大丈夫。いや絶対に嘘です。各週じゃなくて、あの何時の毎週でも2日ごとでもいい。あの今頃スタッフさんみんな冷や汗みたいな。スケジュール抑えられませんみたいな感じで、あ、じゃあ楽しかったなら。楽しかったですね。はい、印象に残っている回ってありますか。まあ、もっくんですか。まずもっくん、そうですね、第2回で最高の本紹介をしました。はいのはい、これ、はい、まあ、これで紹介しまして結構評判になって、うん、で、まあ、増刷というか、うん、あの水着になったんです。で帯が僕の帯になりますんで。本当ですよ、はい、これもちょっとコジジューの貢献っていうことですね。いや本当に今回のコジジューで、はい、小島売れと言いますかね、ロボットドリームスもすごいです、ね、いや、ロボットドリームスももうどんどん拡大ロードショーですよね。エリアが広がって、はい、年末やっぱコジジューでしょ、やっぱりこれからは。いや、そうです、ね、コジ20ぐらい、コジ20、はい、だからこれからも本当に、はい、まあ、シーズン2期待して小島監督にいろんなコンテンツを紹介してもらいたいなって改めて思ったんですけれども、はいはい、あとはやっぱり、ね、ラジオらしいといえば、ね、まあ、電話相談のあの人です、あの方、ね、中森明さん。中森明さん来てるから来てないですね、さん風のね。ねえ、どうなったんですか、その後声の大きさは。残り5分。あ、5分しかないのか。まあ、あとゲストの方々もね、北村さんと高石さんと、北村匠海さん、はい、高石あかりさん、よかったですね、旬の人たちなんで、大活躍の俳優を2人にお越しいただいて、本当に北村さんは小島さんの大ファンでしたね、はい、でしたね、なんか嬉しいです ね、うん、あんなにゲーマーだとは知りませんでした。12時間やってたって言ってましたもんね、ゲームね。ねえ、本当にちょっとやりすぎかなと思いますけど、はい、いやー、でも今回その最高の10分間ということで、はい、これはですね、なんかこう冗談で喋っててこうなったんですけど、タイトルどうしようかとか言って、うん、まあ10分しかないと聞いたんで、10分間で何が喋るかと
いうところで、うん、このコンセプト良かったんじゃないですか。これ良かったんじゃないですかね。ただこれだけ聞いててもわからないっていうのはありますけどね、うん、さらにその後に、ね、1回目すごかったですよ反響がなんじゃこれみたいないやもうとにかく小島監督も、はい、これまでそのラジオが大好きだった小島監督が久しぶりにこう、はい、ラジオで喋るということで大爆発した1回でしたよね。10分間という尺度が分かりましたね、うん、これでね、うん、どういうことを言えるかとかね、うん、10分間で何ができるかみたいな、うん、これはもうちょっと続けたいですよね、はい、うん、そして9回目の小島秀夫流のゲームの作り方の、はい、これはね10分では無理でしたね。いや素晴らしいお話、愚痴ってだけでしょうね。いや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 、そのゲーム作り、うん、ゲームクリエイターに限らず本当にものづくりとか、はい、なんかこう人を引っ張る立場にある人とか、はい、これから頑張ろう奮起したいっていう人たち全員をに何かこうヒントを与えるような、なんかそのまあそれはそうなればよかったですが、うん、今なんか頑張ろうとか言えない空気感があるじゃないですか、はい、ただやっぱりあの何でしょう、最後まで残して頑張ってるんですね、あの見えないところで。それを姿勢で見せてるのが素敵でしたね、うん、まあ頑張るのは若いうち頑張ってほしいですね。頑張るというのはちょっとあれですけど、はい、今回最高のエンディングトークということで、はい、ぜひ監督が大好きなエンディングって何か思い当たる、はい、残り3分があれば聞きたいですよ。映画でいうと狼をさらばってわかります、あのデスウィッシュシリーズ、あのチャールズ・ブロンソンが出てた、見たことないです、大ヒットして、はい、まあ、アメリカの映画なんですけどシリーズ化されたんですけど、うん、チャールズ・ブロンソンの奥さんとかがレイプされて、はい、子供たちも結構衝撃的な展開 で復讐をする話なんですけど、はい、それで自警団みたいにどんどん悪いやつをやっつけていくんですね、はい、で最後、まあ、警察に捕まったかな、でもうやめましょうと言われて、あなたはそういうことやるにはやめなさい、うん、で飛行機でどっか別のとこ行くんですよ、復讐をやめなさいと、まあ、許されて、はい、で空港でちょっとまたそういう場面に出会った時に、はい、最後指でパーンと撃つんですよ。ほんでそのチャールズ・ブロンソンの顔で終わるんですけど、なんかまあ、今ならあれですけど当時はちょっとびっくりしましたね。そういうその最後に許したみたいな、うん、だからエンディングってやっぱりそのここから先どうなるかをみんなで、まあ、想像し合う余韻っていうか、うん、それがないと思わないですか、うん、もう全てが完結してしまうと終わりなので、うん、そうじゃなくてなんか余韻残しながらね、小事中もどうなんねやみたいな、うん、そういうエンディングにしたいんですけど、もう10分もあと1分ぐらいしかないですけど、もう小島監督の作品、私もですけれどもやはりエンディングというかそのストーリーに涙した人、はい、胸打たれた人、記憶に残した人たくさんいると思うんですよね、うん、それはやはり監督のそのいろんな作品から受けた影響もあって自分もそういうものを届けたいっていう、あのそう、僕の時ビデオゲームなかったので、まあ、小説とか映画とかで受けた、まあ、感動といいますか、その僕の背中を押したそういう行為をゲームでもやりたいので、残り1分よ、まあ、急いでストーリーがあるものを作ってる、そういうことです、うん、残り1分、はい、でまさに、まあ、今後といいますか本当に今忙しい中だと思うんですけれども、はい、小事情シーズン2、シーズン2の野望、野望はもう毎日電話相談みたいなでもしたいですね、なんか、まあ、あの映画とか本とか紹介もしたいですけど、リスナーさんとのコミュニケーションをもっと取りたいですし、やっぱりつながりがテーマなので、はい、そうですね、あ、いや、もう本当に監督から出てくるつながりとか、はい、そういう言葉の重みをすごく感じます。で50、30ぐらい、はいはい、10分後に、歌中にして50、30とか番組返してください、ね、お願いしますよ、はい、ということで本日実は生放送でした、はいはい、生なんですよこれ、ね、YouTube ご覧の皆さんね、はい、これあの小島さん今生で来てますからね、はい、今、はい、ということでございます。小島さん本当にありがとうございました、はい、スタジオに小島監督来ております。いつもねその10分で終わりかいみたいな感じで言ってるじゃないですか、はい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 、でもそれ申し訳ないなと思って、確かにその小島さんの話もっと長く聞きたいなっていうふうに思ってはいるんです、はいはい、そうそう、でもまあもうここで、まあもうね10分でもいいから早回しにしてくれてよかったですよ早回し、まあ、シンゴジラみたいなもんで、ね、うん、ね、でもそれだけも毎回すごいこういう話をしていただきましたけどね、はい、割と非常に残念なんですけど、うん、はい、うん、監督でもこれで帰っていいんですかってことですから、せっかくいらしてるのにね、いやもうちょっとね、うん、なんかね小時30ぐらいまで、小時30になると歌何本になるね、歌語でいいですか、歌語で歌語で何曜日か歌だけで確かにね、歌中で確かに全部そういうのもあるかもしれないですけどね、はいはいはい、ということで、はい、これはじゃあ私ですね、これメインパーソナリティの裁量でですね、はい、小時10ちょっと延長戦ということで、プラジュ小時プラジュプラジュ小時プラジュ、この後引き続きお話を伺いたいと思います。小島監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌丸アトロ
ルチャーをクイッといっぱい、どうですか。カルチャーワンショット。時刻は11時14分です。生放送でお送りしている TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、ここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットですが、今日は、はい、もうね、コジ10プラス10ということで、プラジュで、はい、コジプラジュということで、プラジュ、はい、プラジュ、ということで世界的ゲームクリエイター小島秀夫監督をお招きして、引き続きお話を伺います。小島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コジ10、改めまして、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。毎回監督のいつも気さくに話していただきますけど、はい、すごいもともとめちゃくちゃいろんなこと常になんかこうアンテナ張っていらっしゃって、映画も本当にもうどの映画のコメントもまた小島監督見てるみたいな感じだしだいぶ減らしてるんですけど、いやでもすごい本当にどんな時間の使い方してるの、でプラス本もあれだからっていうんで本当にいつも感服して、なおかつそれが結構精度がやっぱ高いっていうか、僕極夜の灰も買いましたし、はいはいはい、宇宙だからめちゃくちゃ面白いし、やっぱし、あ、ありがとうございます、さすがでございますって、ね、ロボットゲームズ本当に素晴らしかったしという感じ でちなみにですね、はい、今日最高のエンディングって、はい、エンディングの要因、確かにオオカミをさらば、これね、はい、これですよね、こうやって、あ、そうこうやって最後チャールズ・ブロンソンがね、こっち怖いんですよ、もうホラー映画のラストみたいな感じなんで、あれね、あれパクりたくなりますよねそうすごいかっこいいラストなんだけど、でもその余韻がとおっしゃってましたけど、うん、監督うないさんももう今月いっぱいで、はい、あ、そうですね、今月いっぱいでこの番組およびまあそういうメディア的なとこ、はい、エンディングなんですよ、あ、ちょっとね、そういうな、エンディングイコール始まりですから、そう、ね、いい言葉うまいさんむっちゃうまいんですよ、うん、まあ失礼ですよ、もちろんもちろんいろんな人とやってまして、僕ずっと自分のことで喋れるんですけど、ちゃんとフォロー受けとかね、で惚れてしまいました。うわ嬉しい、ありがとうございます。あとそのなんていうんですかね、ライフなんていう仕事の仕方とかのモードを変えるって監督もまあ大きくあったわけじゃないですか、途中でご自身の会社たちがやられてみたいな、そういうなんかこう旅立ちというかこうモードが変わる、人生変わる人に ね、エールみたいなところもぜひ、はい、エールというかまあコジプロ来るっていう感じそう確かに、確かに週3でもいいですけど、確かにね、でもあのコジプロでのいろんなそういう配信とかそういうね、喋り系の仕事もあるわけですよね、あのスタジオもありますよ、使ってますね、うん、まあ、確かにそれと、まあ、ゲームに出てもらうとかね、あ、それはそうだ、それはもう私は、うん、あのプレイヤーとしてファンとして楽しませていただきたいです、うん、あの三浦大知君が最初デスストランディング声かかった時ね、うん、ファンすぎて最初は断ろうと思ったけど、ね、泣きながら断ろうと思ったけどみたいなね、そういうファンとしてはそういうのもありますけど、ね、まあ10年で、まあ、ちょっとアナウンサーの10年ですけど、うん、まあプラスなんか違うこともね、そうですね、多分興味があればできると思います、プラジュまたしていきたいと思います、うん、はい、ね、でも先ほどおっしゃった通り、終わりがあれば始まりというか、これね、なんか区切りがつくと、終わらないと始まりませんよ、うん、物事はね、終わらないと始まる、うん、そう確かに本当にそういう思いで決断したところはありますね、だからなんとなく分かりましたもん、本当ですか、うん、どうですかそろそろかな、そろそろかなみたいなまさか監督ともなればね、コジ10で10年っていうのもすごい偶然ですよね、そうそうそう、コジだからすごいなんかいいタイミングで監督またね、あのスタジオお越しいただいて、これもすごいいいタイミングかなと思ってるの、はい、いいタイミングといえば、はい、ちょっと私もあのレンタルビデオ話をずっとさせてたんですけど、はいはいはい、小島さんも当然僕はですね、小島ビデオと言われてた時代がありまして、小島ビデオ、うん、もう毎日、まあ、仕事終わってから家帰るまで、あの頃ってあのでかいチェーン店じゃなくて個人ショップのビデオが駅から下宿までいっぱいあって、はい、5軒ぐらいいつも回ってました、うんうんうん、で毎日1本借りてました、はい、じゃあそこでやっぱりいろんな要するに名画座的な機能っていうか、古いものを見たりとか、そうです、で古いのもなんですけど、新しいやつはやっぱり土日に車で隣町に行かないとないんです、うんうん、大体1本ずつでしょ、うんうん、でちょっとこれ今からすごいこと言いますけど、シリーズものありますよ、はい、X ファイルとか、うんうん、ツインピークス、XR は1話完結だからいいんですけど、うんうん、ツインピークス 1からずっと見話続いてるから、うん、で1はね絶対借りられないんですよ、あ、1は借りられちゃって1、2、3、5もかかってるんですね、うんうん、これで3から見たらあかんでしょ、うん、まあ確かに、でどこ行ってもそれなんです、うん、どうしたと思いますか、僕が発明しました、5巻を借りる、まず5巻ずっと延滞、5巻で止める、うん、見ない、ま、だの帰ってくるんですよ、うんうん、で5巻の彼延滞をしまくった後に1巻から来て、うん、で5巻を返すっていうでみんなが追いついてくる前に6巻7巻8巻あー
なんか七並べみたいな、ここで止めとくみたいな、一度全てを止めるっていう、これはすごいと思って結構でもそんぐらいやっぱりみんな、みんながみんなツインピークス借りてる時期があったっていうか、ありました、もう見れなかったですね、どこ行ってもなかったし、あの頃 VHS でした、 VHS でベータって分かるんですね、はい、あのうちじゃない、で大体 VHS3 本やったらベータ1本だけ入れてるとこ多くて、うんうん、で僕ベータじゃないんですけど、ね、VHS なんですけど無理やったら友達がベータやったんで、うんうん、それ借りて友達のとこ行って見てベータアラー待ってる時代があったんです、僕ずっとうちで置いてるのベータだったんで、あすごいよベータだったんで世の中が VHS 時代になるのを、はい、そのレンタルビデオが普及して初めて気づいたんですよ、 あ、はいはい、あ包囲されてたんだみたいなでベータのがね機械的では良かったんですよ、ね、そうなんですよ、あの小さいし、あとあの早送りがすぐバッてこう、うん、ヘッドがすぐくっつくんで、さすがソニーですよ、そうそうそう、はい、検索しやすかったんですけどね、はい、そういう黎明期があって、はい、あとそれグレーゾーン時代っていうんですかね、まあ、今もうね時効だからあれだけど、こんな大丈夫ですかね、大丈夫大丈夫、まあ、結局ですね、小島ビデオと言われて毎日1本借りるんですけど、ええ、見れないじゃないですか、うん、でちょっとダビングをして置いとくと、あ、まあそういうのもね、で当時はビデオデータとかっていう雑誌がいっぱいあって、それにラベルがもうシールでついてるんですよ、ダビング、まあ、そのうち保存用のね、はい、ちょっと貼る用のジャケット切ってジャケットの代わりになるやつがあって、うん、でダビングして、ね、綺麗に梱包してっていうか、それをこう棚に入れとくと、これ昔あの FM そのなんていうのエアチェック用のカセットのあれがあったから、それの名残って感じですよね、きっとね、はい、そう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 、だからなんかこう自分でソフトを所有するときに買うっていうよりはエアチェックしたりダビングしたり、ね、レンタルレコードもあったし、うん、なんかそういう時代の産物な感じしますよね、だからまあ自分のマイデッキができあの買ったのはまあちょっと社会人になってからですけど、もう一台あって買わないといけないです、うん、2台でダビング でこれもちょっとグレーなんですけど、コピーガードっていうのがありまして、当然、うんうん、できないよ、普通はできないんですけど、うん、僕は8ミリのビデオ大好きでカメラ持ってたんですけど、それでは撮りました、ゴジラのアメリカ版撮ってます、あごめんなさい、いやいやでも買ってますよ、事故です、事故です、ちゃんとその分今もうあの、ね、もう一回、はい、あのいろいろね、でもうちょっと行くとレーザーディスクのレンタル屋ができるんです、レーザーディスクね、レーザーディスクはもう誰も借りないんで、もう借り放題、うん、あの所有されてたんですね、うん、レーザーディスクプレイヤーは、そうかそうか、レーザーディスク DVD の前みたいな、そうだよ、これ DVD の前ですね、あのアナログレコードぐらいの大きさの ね、 そうですね、やつと、もう一個 VHD だけ、もう一個方式あるんだけど、はいはいはい、さらにマイナーなのが、ただレーザーディスクたまにこう光学式でなんかかからないのは結構不良品が多かったんで、うんうん、返しに行かなかったんですけど映りませんみたいな、うんうん、でもやっぱり当時から何かしらやっぱちょっと手元に置いてやっぱり繰り返し見て、はい、こういや、だからね、繰り返しとかもう映画館でしかなかった時代に、うんうん、自分の家で見れるなんて、そうですよね、もう死んでもいいぐらいですよ、いや本当にでも分かります、分かります、今の人なんか羨ましいよね、はい、だってスマホで見れるんですね、それこそその大事な映画とかは結構当時高くても、はい、まあ、正式に買っちゃったりとか、1万5000円ぐらいしたんです、しましたよね、まあ、ウルトラボックスのミュージックビデオとか買ってましたけど、はい、それも高かったんで、ね、はい、そうするとやっぱりこう気合い入れて見るみたいなありましたもんね、いやもうそうですよ、で巻き戻せるんで止めれるっていうのはね、うん、すごかったですね、だからあの場面どうやって撮ってんのかなとか、うん、どういう何書いてあるのかなこことか、そういうのが見れるようになったわけですよね、ただ今みたいに綺麗に静止が出ないんで、確かに確かにプル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 確かに、そういう細かい映像からみんな拾って、はい、そうですよね、うん、テレビで放送してたり映画で見るものって止められないから、うん、でテレビのやつは僕ら吹き替えやったんですね、で衛星で NHK のであの、はい、字幕が流行り出したんですけど、うんうん、子供の時見たやつ字幕じゃないんで、はい、それでもう一回借りるとか、確かにテレビ編集版で録画したやつ見すぎて、その編集テンポになりすぎて、元のやつ見ると違和感感じたりすることないですか、俺結構セリフも全然変わってるんですよ、ね、そうそうそう、でなんかあの吹き替え版のセリフの方がいいじゃんとかいうのがあったりとかね、うんうんうん、ありますよね、あとね、あのバイニック・ジェミー好きやったんですけど、リンゼイ・ワグナーさんは田島玲子さんが吹き替えしてて、うん、本物の声を聞いたらびっくりしました。あ、全然違うやんと、うん、あそういうのがありますよね、あそれは私も感じたことありますね、時代も変わってるしね、お年も変わってるしね、うん、っていうのがあったりね、野沢那智さんね、アラン・ドロン野沢那智とかじゃないとなのでうんうん、うん、それが地声で聞くとちょっとびっくりするんですね、うん、そうだからやっぱこうそういう声作ってやってるからね、うん、はい、監督とかやっぱそのむさぼったじゃん、僕も多分ちょっと下ですけど、はい、そのむさぼり時代はやっぱ分かるから、うん、そうだからやっぱレンタルビデオっていうのできた時にうちに置ける見放題っていうこの感じがね、あとはやっぱりそのあれこれ、はい、これあるんだ、うん、あのさっきの話じゃないけど結構インディーズのやつヨーロッパの映画とか、うん、あの僕ね関西にいたんで、うんうん、
東京でインディーズ映画やってミニシアターでやって流行ったら大阪に来て、大阪で流行ったら東京あの神戸に来る、神戸やったんで神戸に来ないんですよ。で東京で見れないんで、あのレオスカラックスとかはビデオしかない。おお、そうか、うん、でその飢餓感というか、どんな、こうどんな映画なのかなみたいな、イマジネーションを働かすのも結構クリエイティブ的にはプラスだったんじゃないですかね。結構あの頃店長のおすすめの、うんうん、こう文言がすごかったの、よく騙されましたけど、ね、あ、はい、このお宅カルト映画みたいなのを進めてあってみたいな、うんうん、エルトポこれはすごいみたいな、そうだトリアの映画とかも、うんうん、アラスポントリアとか見て、はいはいはい、なんて進めてたんですかその、ね、あの何でしたっけ、あのブレードランナー、デンマークのブレードランナーだって言って、あでもエレメントオブクライムとか、はいね、ちょっと近未来な感じだから、はい、でそれで引っかかって、まあ、それでファンになったんですけど、うんうんうん、同じように押井守さんもそれで引っかかった日本のブレードランナーどこがブレードランナーで馬出てくるだけやないかみたいなでもそれで世界が、要するにさっきの自分がもともと狙ってたもんじゃない世界が広がるみたいなのもありますもんね、やっぱね。ホドロスキーとかもなんかビデオですね全部ね、そういう時代ですかね、やっぱね。後半はレーザーディスク、あのアメリカのやつ買ってました。ああ輸入版で、友達で1000円ずつ出して、ああやばい、あの輸入版しかなかったんで、うんうんうん、でみんなでじゃあ、はい、みんなで見て、ほんでちょっと映画分かるやつがこう解説するんですね、うん、ああなるほどなるほど、どんな話かっていいですね、貪欲だわ、うん、やっぱこのちょっとだから海のものとも山のものとも時代の良さがね、レンタルビデオあるんですよね、うん、だから監督のなんかすごく何でもアンテナ開いてる感じは多分、はいはいはい、その時代のなんか培われた感じなのかなって、ビデオはちょっと特別な思いがありますね。ああそうですか、ビデオはずっと残しましただから、今でも今ちょっと引っ越しで捨ててしまいましたけど、ね、あのアメリカに行くと日本ほど高くないんで、うんうんうん、買ってましたよ。あやっぱそのなんていうの、うん、今みたいにそのインターネットですぐあれできるわけじゃないですもんね、そういうのもね、うんうん、なんかでもそういう飢餓感が監督のね、うん、あれを作ったのかもしれない。神戸で情報を待ってた届かない、あの日本版で修正されてるビデオあるじゃないですか、はい、映画で、あ、はいはいはい、まあまあそういうぼかしが入ってたりとか、うん、キューブリック の、うんうん、あの暴れるやつね、はいはい、あれとかもアメリカで買ってましたけど、うんうん、これもいいかなぐらい友達にも頼まれたんですよ、うんうん、アメリカ買っていってくれって、うんうん、ほんで税関で見つかったらどうしようかな当時そういう、こうこれもまあね昔の話なんでね、税関で向こうで買ってきた、なんか部屋が一瞬映ってるんですよ、うん、でまあ、当時はそういうのもさえも日本がこれだったんで、うん、はいはい、この見つかれば没収とかなっちゃうんですよね、でもいかに持ち込むかみたいな、皆さんやってる時代もあった、うん、グレーゾーン、すいません、うん、昔の話です、感じですかね、何の話してんだって、ビデオはね友達のやつ借りてはいけませんよ、途中でくるくる引っかかってするんで、あれと思って、うん、出したらテープビロン引っかかっちゃった、あれこれどうやって返そうみたいな、うんうんうん、でね、でもなんか今を考えるとそういう、だからすごくあれデジタルなんだけどアナログっていうかビデオって、うんうん、なんかすごいこう、ま、人肌を感じるメディアな感じしますよね、やっぱね、うん、まあ、ビデオを早送りしたら見えへんですからね、何が起こってるか ね、 ね、今なんて 1.5 倍で見る人いますけど、うん、まあね、まあ、まあどの時代のね、そのなんていうの、文化の触れ方もその時代の良さあるけど、うん、やっぱこういうちょっとなんかグレーゾーンの良さがあるかなと、うん、あとですね、ビデオはあの B 級映画がいっぱい来るんですよ、もうむちゃくちゃなタイトルなんですよね、うんうん、日本大ね、勝手につけて、アクションとか、まあ、B 級ホラーとか、もうこれもすごいですよ、タイトル全然ちゃうんですよ、うんうん、勝手に変えてるんで、東大で変えてるっていう、うん、そうだから、そのヒット作っぽい雰囲気のがついてたり、うんうん、だから劇場公開ではないけど結構ね大ヒットしたりするんです、そこから、うん、で、まあ、ブレードランナーとか2001年もそうですけど、劇場で失敗した映画がビデオのおかげで、うんうん、確かにもう一回巻き直すというか、結構そういう時代でした、ね、今若い人にはなんかなかは信じられてもらえないかもしれないけど、うん、ブレードランナーは当時劇場的には、うん、はい、あと批評的にも結構大惨敗だったんですよ ね、 すね、ポルノ映画って書いてある、僕2週間神戸僕見に行きましたが、一人で、うん、でも誰も周りで見た人いなかった、僕東京であの中間試験の間に見に行って、あ中間試験、はい、すげえもん見たっつってすごかったですよね、松竹セントラルで見ましたけど、すごいのに誰に言っても知らんから、うんうんうん、僕それどころか先生に怒られましたから、先生すごいよ、はい、ね、怒られちゃったっ、ね、はいはい、いやでもそういうだからビデオでこそこう人気が出たもん、うん、だから何回もちょっともう何回じゃないですか、うん、で何回も見ることでなんとなく分かってくるというか、映画1回だとまたちょっとクローネンバーグとかも多分 ね、 そういうビデオ的な、はい、そういうああいう特殊メイクとかも流行ってたしみたいなのがあって、うん、はい、というね、
時代の話でございます、まあ、ビデオ懐かしいな、小島ビデオですから、小島ビデオ時代の話だけでももうね、もう小島じゃ済まない小島フラジオでも済まない、ね、ちなみにちょっと今日そのエンディングの話もされてましたけど、はい、ゲームの時のエンディングってやっぱし同じく、はい、ゲームって一応それこそ終わらせるっていうか、はいはいはい、終わらせないといけない映画以上にあるように、これも難しくて、ストーリーは終わるんですけど、まあ、デストもそうですけど、そこから先遊べるようにするんですよ、うんうんうん、で今のゲームは結構そういうのが、うん、確かに多いですね。リニアのゲームっていうのは、まあ、エンディングで終わってもう一回最初からなんですけど、今のゲームはオープンワールドが多いんで、そこから、まあ、お話はないけどやることはいっぱい残ってて、まあ、しゃぶり尽くすみたいな作り方はありますよね、とか、まあ、監督のあれだとやっぱりその世界観は続いてるっていうか、なんかそういう風な終わり方が多いかなと思って、やっぱりこうこれがエンディングですっていうんじゃなくて、まあ、そこから受け手がこう想像したり友達と議論したりすることで自分たちの物語になるじゃないですか、なんでそういう作り方をまあなるべくしようとしてて、それこそまあ映画的でもあるけど、あのまあメタルギアの終わりのとこで、まあちょっといいよねもうね、メタルギアのメタルギアのクソもないよね、ないと思う、はい大統領ドーンっていうさあれとかやっぱね、ライブなんてだっていいかな、プレイヤーがビッグボスやったっ、ビッグボス、はい、あれもだいぶチームからボロカス言われましたけど、いやいやでもね僕は監督の作品のそういうとこが好きです、その要するにゲーム、うん、あの映画的とも言われるけど同時に絶対にゲームでしか味わえない、はいはい、そうですね、ゲームでしかできないことをやらないと、はい、多分だから映画も好き、うん、何も好きだからこそゲームはゲームの表現ってとこを追求されてるんで、必ずゲームで、僕はだからメタルギアソリッド2の途中とかがもう死ぬほど好きで、今まで一生ゲームやってきた中でも最高の瞬間はメタルギアソリッド2のあれ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 俺は今何をやってるのかなっていうあれはね、シャドウモセスをもう一回やらされてたっていう、最高でしたよあれ本当にとかさ、なんかだからそういうとこもすごく、うん、あの、うん、押したいもんしてることでございましたというね感じですかね、はいはい、というね一褒めしたところで、はい、入ってください5時20ありがとうございましたいやでもあのこのことももちろん、はい、あのよろしくお願いします、あの、はいはい、うなぎさんもともともですねというか、そうですね、はい、うなぎさんもコジプロ入社決まったので勝手に食いつなげる、はい、ということで最後に監督からお知らせ事があるということで、こちらうなぎさんからご紹介お願いします、はい、はい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 、マルチクリエイターノーマンリーダスさんの写真集が、あの、はい、あのね、デストランディングのおなじみのノーマンリーダスさん、はい、写真カメラも撮る、カメラも趣味なんです、さっき写真見ためっちゃかっこいいですね、かっこいいですね、すげえかっこいい、タイトル、うん、イントランジットの発売に合わせて来年1月4日から12日までの間、はい、うん、監督が写真集のタイトルイントランジットとノーマンリーダーさんの名前を手書きした特別版が限定1000部で発売されるカタカナで書いてあんまり上手くないといういやめちゃくちゃ貴重もんないですこれ、はい、限定となっています、購入は宮下パークに設置されるポップアップストアにて、はいはい、ということになっております、詳細は小島プロダクションの SNS などで、はい、ぜひ皆さんご確認ください、す、ね、はい、すごいかっこいい写真、かっこいい写真ですね、はいはい、さらにですね、なんとこの写真集の監督サイン入りポスターを5枚出ました、はい、リスナーの皆さんにプレゼントいたします、ありがとうございます、うん、懸命に小島監督ポスター希望と書いて、はい、お名前住所電話番号を記載の上、歌丸アットマーク tbs.co.jp に送ってください、はい、5時20と書いておきます今日は5時20でしたからね、はい、はいはいはい、はい、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます、はい、はい、ということで監督ちょっとお名残をしようございますが、はい、まあまあ、ね、もちろんまたあのちょいちょいお願い、あのじゃあ代打パートナーとかいろいろわかるとか、もう何曜日は任せますとか、あのラジオ大好きなんで、はい、いやでもそれ自体も小島ラジオという名前にしたいと思います、はい乗っ取られてしまいました、ありがとうございます、いやでも本当に素晴らしい、はい、あの時間でございました、ありがとうございます、ありがとうございました、以上小島中シーズン1でございました、小島秀夫監督お話伺いました、ありがとうございました、ありがとうございました、小島中ハッシュタグ歌丸